ノミニケーションの再評価、上の明かり。ノミニケーションという言葉を聞いたことがありますかノミニケーションは、お酒を飲んだり、居酒屋などへ行ったりすることを意味する飲みと、コミュニケーションからなる造語です。特に仕事仲間や取引先と一緒にお酒を飲む際に使われ、 飲みニケーションによって人間関係が円満になったりより親密になったりする働きがあると言われていました90年代以降は日本社会の個人主義的な風潮などから飲みニケーションは無駄だ面倒くさいものだと考える人も多くなったそうです飲み会で聞く 上司の愚痴武勇伝、他人の悪口噂が嫌だという若者を中心に飲み会の参加率も下がっていきましたところが最近飲みニケーションを再評価する動きがあると聞きました希薄になった人間関係を飲みニケーションで親密にしようと 社内の飲み会に補助金を出す企業も出てきました。先日レッスンで飲みニケーションの話をしたところ、飲みニケーションはスムーズなコミュニケーションをする上で役に立ちますが、言わない方がいいことを言ってしまう可能性があります、と言った方がいました。私も同じ意見です。 皆さん、ノミニケーションの際は、ほろ酔い程度にしておきましょうね。